パハウフモン文字は、ミャオ語の表記体系の一つで、1959年に、ラオス北部とベトナムの国境地帯に住む、ション・ルーヤンによって発明された。左から右に書かれるアルファベットの一種であるが、音節から頭シーンと、それ以外の印に対して、文字を定義し、その二文字によって一つの音節を表す。この点は、中国の中音符号に多少似ている。 マタインを頭しらしの前に置くところに特徴がある。パハウフモン文字で書かれたション・ルーヤン20世紀初めには、ミャオゴは無文字言語であった。その後、キリスト教宣教師によって、ポラード文字、中音符号、ラテン文字などを使ったミャオゴの表記方法が開発された。ション・ルーヤンは文盲の農民だったが、1959年以降に神の啓示によって、 文字を示されたという。ション・ルーヤンはその後も文字の改革を続けたが、彼の影響の拡大を恐れる政府の兵士によって1971年に暗殺された。パハウフモン文字は普及しているというには、ほど遠い状態だが、モ族は、ション・ルーヤンとパハウフモン文字に大きな誇りを持っている。なお、ション・ルーヤンは他に、文句メール語派のクム語のための文字も作ったというが、 原存していない。パハウフモン文字では、音節を頭シーンい音と音に分け、それぞれを一文字で記す。一つの音節は、インを先に頭シーンを後に書くことで表される。頭シーンを表記しなかった場合、暗黙の頭シーン系があるものとみなされる。また、インを表記しなかった場合、暗黙の陰英雄があるとみなされる。ただし、省略すると、 曖昧さが生じる場合には英雄が明示的に書かれる。ミャオモの複雑な頭シーン体系を反映し、頭シーンを表す文字は60種類ある。これらは20種類の文字の上に2種類のダイアクリティカルマークを加えることで実現されているが、ダイアクリティカルマークのある文字とない文字の間に、音声上はっきりした関係は存在しない。60種類のうち2種類は、 文十は方言専用の文字である。印の表記方法はバージョンによって異なるが、最も普及している第3版では、13種類の印のそれぞれに2種類の文字を割り当て、それぞれ高表情と中小長を表す。それ以外の6種類の成長は、その2種類の文字の上に3種類のダイアクリティカルマークを加えることで表す。他に、数字や区切り符号、 踊り字なども存在する。パハウフモン文字は2014年のユニコード7.0で、追加多言語面のブロック U プラス 16B00、U プラス 16B8 回を与えられた。ありがとうございます。